三角形 PTC にコサイン法則を使って PT の2乗を求め、そして PT を求めます。三角形 BTC にサイン法則を使います。サイン C はコサイン角 BCD から求めます。三角形 ATC でサイン法則を使います。 AC 割る AD が出てきます。三角形 ATC でコサイン法則を使います。AD の二次方程式が出てきます。二次方程式を解くと AD は2または1となります。 AT が2の時、三角形 ABC は二等辺三角形となり、角 ADC が90度となり適しません。 AD が1の時、BD 対 DA が BC 対 CA となり、角を2等分しています。辺の長さからコサイン A を求めます。サイン A に直します。外接円の直径が BC 割るサイン A ですから、外接円の半径が決まります。一般的な事柄は特別な場合を考える、また具体的な事柄はその通り調べるという方針をとります。例えば75個の観測値が1で、24個の観測値が4以上とします。丸0、平均値は四分位範囲の外にあります。丸1、標準偏差は一般に四分位範囲より大きくなります。丸2、中央値が10個あるとすると、中央値より小さい観測値は49個以下となります。丸3、最大値から1個削除しても残りの順序は変わりません。丸4、四分位数が複数個あると残りの個数は51個ではありません。丸5、四分位数が複数個あっても大きい方小さい方から規則通り削除すると残りの個数は変わりません。カッコ1、横の目盛り幅は1です。 P10 は1を超えています。括弧に、太い線は平均値です。四分位範囲の中央にあることに留意すると、
P10、P11 はそれが前後しています。括弧3、P47 の最小値と P1 の最大値が 1.8 ずれています。したがってオリジナルのデータはすべて 1.5 以上離れています。平均が約80.7 です。丸6、丸7では79.5 から 80.0 にデータがありません。丸3では81.5 から82.0 にデータがありません。丸4、丸5では小さい方のデータの個数が多いので平均が小さくなります。負荷した直線は右下から差が 5.5、6.0、6.5、7.0、7.5 を表します。その間にあるデータの個数を数えます。